サンドジュリーです。引き続きまして、まあ定番のオスカピタソントリオを、かけてみたいと思います。こちらのレコードは、大したことないバーブなんですけど、74年の、まあ、バーブなんですけど、ポリドールから出た日本の国内バーブです。これの B 面の、1曲目をかけてみたいと思います。レイ・ブラウンの弓で弾くベースなんかがなかなかいいものですから好きなんですけど、ちょっと聞いてみてください。
聞いていただきました。まあアナログ今のどういうんですかね、デジタル音源に比べてまあ音域とか、狭いはずなんですけど、まあ、聞いてみると十分っていう感じですね。うん、面白いです。今日は以上です。